IWA ジャパンの悩みは、中巻、岡野、小野の主力3人以外は、皆ルーキーという、日本人選手の層の薄さにある。おいしょ！うどら！うどら！早く行け！下げ行け下げ。中巻はデスマッチ路線で客を引きつけている間にしっかりとしたテクニックを身につけた若手を育て上げなければならない。ところで、脱サラレスラーの中巻はいかにしてプロレスラーとしての肉体を作り上げたのだろうか。そうですね、最初入った時で確かにベンチプレスなんか今140キロとか上がるんですけど、その40キロぐらいしか上がらなかったんですよ。だけど僕を最初にこうトレーニングに導いてくれた遠藤先生がな、遠藤光雄会長が、いや絶対30過ぎてからもう人間は体力つくから私の言葉を信じてやってみなさいってことで、自分半信半疑だけどやったんですよ。そしたらね、やっぱこういう体に毎日日頃の努力ですよ。毎日毎日の積み重ねで、1日や2日やでは絶対なんですよね。1年2年3年ってやっていくうちにだんだんこう腕なんか太くなって重いもん回らず、仕事をサラリーマンの仕事はもっと大変ですけどね。だけど何事をやればね、諦めちゃいけないってことですよ。諦めない。選手会長を務める中巻はフロント業務をこなしている。サラリーマン時代の課長だった経験が生きている。これさ、はい、キーパーが俺んち訪ねてきたらしいよ。なんか俺ちょうどよかったら管理人がね、はい、どうもね、風体からねキーパーらしいんだよ。でほら試合とかさ、そういうのがやるといいけど、ほら家まで訪ねてきてやるってわけないじゃん。でこの間のね、試合が不満だったらさ、また改めてまたどっかで、で会場組んでもらって試合やるとかそれだけど、実力行使とかさ、そういうの気持ちわかるけど、家までと達成ってちょっと異常だよ。なんで俺一番わかったのかよ、これ。教えた？教えてませんけどね。誰かこの中でそういうのことをチラッと言った人いますかね。どの辺に住んでるんだって聞かれたんで、だいたい場所言っちゃったんですけど。それはまずいでしょ。まあそれはいい、それはいいんだけどさ、それはそういう変な意味で教えてないと思うから、ただ試合は別だからさ、こうでストリートアイドルだとあっちで結果する誰を見てるかやるじゃないから、あくまで試合で、例えば今度の次の後楽園でまた再生するとか、どっか。